膝関節のテスト法に入る前に、膝周辺の触診できる場所を十分に触診することが大切です。膝前面で触診できる場所を示します。真ん中に膝蓋骨が触ることができます。そして膝蓋骨の上棘に付着している大腿内側抗筋、そして大腿直筋、それから外側に大腿外側抗筋が触診できます。そして膝蓋骨の下棘に付着している膝蓋腱を触ることができます。この角度で両方の内外側の関節列撃をよく触診することも大切です。その他、内側には3つの筋肉が付着している牙側を触ることができます。これは方向筋、白筋、半腱腰筋からなる筋肉の付着部です。そして外側には長径靭帯がよく触ることができます。長径靭帯の付着部はこの点、ガーディの結節という場所に付着しています。その約2往肢下に腓骨頭が触ることができます。そしてあぐらをかくことで腓骨頭から大腿骨外下に付着している外側側副靭帯を触ることができます。外側側副靭帯はこの C を取ることによって初めて触診することができます。膝の後方の触診では膝を屈曲させる、いわゆるハムストリングと言われている大腿二頭筋、これは腓骨頭に付着しています。それから内側ハムストリングと言われている半膜腰筋腱、半腱腰筋腱がよく触ることができます。下腿部では腓腹筋、内側頭と、それから外側頭、そして膝下部ではこの部で膝下動脈を触診することができます。それでは触診すべきポイントを解剖図で確認してみましょう。膝蓋骨、大腿内側抗筋、大腿直筋、大腿外側抗筋、方向筋、白筋、半腱腰筋の腱の付着部である牙側、膝蓋腱、外側側副靭帯、腓骨頭、長径靭帯、膝蓋骨、ガーディの結節、半腱腰筋腱、半膜腰筋腱、腓腹筋内側頭、腓腹筋外側頭、大腿二頭筋、膝下動静脈です。解剖図を見ながら一緒に体表から触れてみましょう。膝関節の可動域を計測します。屈曲角度の計測は大腿の骨軸を基本軸とし、腓骨頭から外下までの腓骨の骨軸を移動軸とします。最大屈曲角度の目標値は130度が正常とされています。しかし正座を目標とする場合は140度以上の屈曲角度が求められます。伸展角度の計測は患者さんを座位で計測します。膝関節屈曲位90度から伸展域を測っていきます。
基本軸と移動軸は屈曲角度の測定と同じです。最大進展角度